上のイノシシって実は日本の三大産地らしいんですね。丹波篠山と伊豆の方の天城っていう地域と郡上のイノシシは昔から美味しいって言われてたらしく、なのでそれを、ね、やっぱり郡上イノシシっていうのが目標としてはですね、飛騨牛と飛騨牛に負けないぐらいネームバリューを持って、売っていけたらいいなという思いはすごくありますね。まあ、今まで環境教育っていう、まあ、自然体験のプログラムを提供することで環境教育をやっていこうっていうところだったんですけど、まあ、自分としては自然体験プログラムっていうのを、まあ、自然体験を使って最終的にはまちづくりがしたいなっていう思いがあったんです。地域おこし的なことがにつながるといいなと思ってまして、で一応理念としてはずっと暮らし続けられる郡上を作っていきたいっていうので、2つ郡上ファンを増やしていきましょうっていう郡上ファン倍増計画と、あとは、まあ、自分たちが結構よそ者がうちのスタッフメンバー多くてですね、記事って都会から来たりとか、まあ、若いメンバーばっかなので、まあ、何ができるってそう何もできることないんですよ。ただ元気がいいぐらい でそれじゃあやっぱり長いこと郡上に住んでいくにあたっては仕事ができないというか役に立てないので、なんとか自分たちが役に立てる人材になっていこうっていう人材育成計画みたいなのも作りまして、早く技術を身につけて、はい、なんとか郡上の仲間入り郡上人の仲間入りをできたらいいなと思ってやってます。もともと冬の仕事がうちなかったんです。で冬スキー場に自分自身も働きにアルバイトに行ってたり地元のスーパーでアルバイトさせてもらったりしてたんですけど、まあなんかなんでしょうね、その自然体験っていうことを、こうしながら冬も何かそれにつながることをやっぱりしていきたいなって思いがありまして、でいろいろ考えたところ、まあ昔からやっぱり冬 やられていた仕事が多分いいんじゃないかと思いまして、その時に思いついたのがたまたま漁師 でなんとなくかっこいいイメージあるじゃないですかなんか漁師でイノシシとか鹿取ってそれで飯食ってるって言ったらこれはなかなかかっこいいなと思って、すごい、まあ、その当時はもうめちゃくちゃ安易な考えで、よし漁師として、飯を食っていこうって決めまして、で1年目はイノシカ町っていう名前もなくって、とにかく漁師の免許を取って地元の漁師さんに教わりに行こうっていうことで会いに行ったんですけど、第一声言われたのが食えんからやめた方がいいって言われたんですよ。でこれはなんで食えないんですかって聞いたら、まあ肉もそんなタコ売れんし第一そんな取れん簡単には取れるもんじゃないぞ。でまあそこで、1年目案の定罠を、10箇所ぐらいかなかけたんですけど1匹も取れずうわーとかをなかなか悩ましい結果だったんですけど、で1年目にやったのは商品開発といいますか、肉が売れないんだったらなんか売れるような仕掛けをできたらいいなっていうのでチョコツラーメンというラーメンを作りまして、イノシシの骨からスープを取ってっていうのですごく美味しいラーメンがその時できて、でこれでいけるんじゃないかぐらい思ったんですけど、そんなに骨が集まらないっていうことだったりすごく手間がかかるっていうので試食会は重ねつつ、さあどうしようかなって、1年目悶々としながら終わりまして、で、自分たちじゃもう本当に拉致が開かないというかやれること本当に限界があるので、とにかく協力者を集めたいっていうところでどんな協力者がいたらいいのかなって思った時に、
まあ、例えばあの商品開発だったら料理研究家の方とかなんか手伝ってくれるといいなとか、あの、まあ、漁師さんも、あの駆除の漁師さんももちろんそうですし、あとはもっと全国的に何かすごい取り方をされている方とかいたらなんか教えてほしいなと思ったりで、そういう何でしょう、仲間になってほしい人を協力してもらえる体制作りみたいな延長でイノシ課長っていうのが出来上がったんですね。自分たちは若い漁師を増やしたいなって思ってるんです。っていうのも、あの今鳥獣害対策、鳥獣害被害の方がすごく増えてきてまして、で、まあ、年によってね全然波があるっていうことは最近分かってきたんですけど、それにしても漁師さんがもう右肩下がりでどんどん減っていってしまってるんですね。あと何年今の漁師さんたちが漁できるかで、あと何頭ぐらい取ってくれるのかちょっと分かんない状態で、で一方若い漁師は全く増えないっていうことになってしまっているので、このままだとまた山の食べ物が少ない年とかは里に間違いなく降りてきちゃうので、イノシシやシカが、で それをまあ駆除というか捕獲するっていうことも漁師さんがいなければもうできなくなっちゃうんですね。それは避けなきゃいけないっていうので、あのまあまずは漁師っていうのが里山保全するためには必要な存在なんだっていうことをしっかり PR しつつ、漁師って実は面白いんだよとか、楽しいというか、あのイノシの肉鹿の肉美味しいんだよっていうことを広めながら、あの漁師を増やすっていうところを今すごく力を入れているというか、あの意識して活動してます。若い漁師が育つためには食えなきゃダメなんですよ。もう本当に仕事にならないと、まあね、家庭を持ったりとかもゆくゆくあるだろうし、ある程度収入を得なければいけないので、そういう意味では、まあ、その今イノシカ町を一言で言うと、まあ、漁師の6次産業化って言ってるんですけど、まあ、取る部分は取る、ただ流通とちゃんと商品として販売するっていう部分も作っていくっていうところで、あの全てを手掛けてやっていくっていうことを一応、まあ、絵としては描けてきたので、そういう意味で、あの、まあ、なかなかね若い漁師って本当に今いないんですよ、全国的に見ても。で、まあ、若い漁師がまあ頑張っていて、でなおかつもちろんベテランの漁師さんたちも、あの、まあ、貫禄を持ちつつ、なんでしょうね、ちゃんと存在して、一番イメージするのは、まあ、若い漁師が育っている郡上っていう地域になっていくとすごく面白いなって感じてるんです。今本当に、まあ、人地域づくりとか考えた時に、やっぱり人が育ってる地域ってすごく魅力的だなって思うんですけど。